人気だよ。2月は28日までということもあってね、なんか時の速さに追いつけてないピンキーでございますが、皆さん無料10連10回ガチャ楽しんでいますか？ねえ、もうすごい盛り上がりで、無課金プレイヤーさんからは星3、4がマックス100になったよと嬉しい声が続出。そしてショボレットピンキーでご紹介したあの商品を身につけたプレイヤーさんからは、毎日花火大会だよと、すでにこの1週間で8体以上星5を獲得してるって、ね、もう、かつてないほどミューバレガチャが盛り上がっていますけれども、さて皆様、そろそろこちらのレアメモリーイマジネーションお手元に届いておりますか？ツイッター内ではひょこやいらっしゃいのスタレンをするとレアメモが出やすいというユーモアあふれたジンクスが出回っておりますが、今回は新楽曲ファンタズミックでどのメモリーをつければよいのか、ピンキーの余計な一言とともに解説していきたいと思います。この画面下のメモリーというところを押しますと、ミッキーマウス&フレンズを含め2022年2月現在21ものワールドが存在しています。メモリーの付け替えは毎回楽曲チャレンジが行われるたびにプレイヤーさんからクレームが来てますけどね。わかる、同じだよ気持ち。まあ少なくともね、今回は最初に出てくるワールド、ミッキーマウス&フレンズなので、一手間減らせてよかったとポジティブシンキングでやっております。メモリーを付け替えるって何？って思ったあなた、ミューパレの世界にようこそ。イベント期間中、重要なメモリーというものが存在します。まず特殊な効果を発揮するメモリーが2つ。1つ目は月のトーン記号の獲得数がアップするというメモリー、僕もいるよ。そしてもう1つは月のトーン記号の獲得数がプラス12アップするという、そーっとそーっと。このミッキーのメモリーいいですよね。10代のミューパレミンはみんな口を揃えて怖ーと言っていますけれども、これに食いついたのが昭和生まれのミューパレミン。味があっていい、これを使うセンス最高と高評価です。そしてもう一つ、楽曲チャレンジをする上で重要なメモリーがこれ、イマジネーションです。このメモリーはファンタズミックをプレイしないと出ないというね、レア、そう珍しいメモリー、手に入りにくいメモリーです。未だにメモリーが落ちてくれなくて超苛立っているフレンドいるんですよ。わかる、その気持ち。ピンキーもね、ピーターパンのネバーランドへをゲットするために指の皮が剥けるまで君飛びをプレイしたか。もうね、ピンキーの人差し指の指紋、ミューパレやりすぎてなくなってるわ、これ。この3つのメモリー、実はお気に入り設定をしないと最大の効果を発揮してくれないんですね。簡潔に言うと、月のトーン記号を集めるときにはそーっとそーっと、そして楽曲チャレンジをするときはイマジネーションをお気に入りにしてください。間違えてもね、このドナルドの僕もいるよをしないように。特にね、ダイスイベントの時はサイコロのマークがあるんですよね。だ、間違えてこっちをお気に入りにしてね、後で気づいてギャーっていうパターン結構あるので気をつけてくださいね。なんで付け替えないといけないのという疑問をお持ちのあなた、楽曲チャレンジはスコアによってイベントポイントが変わってくるんですね。
そう、そこがランキングが荒れる要素の一つ。大水弁当の時はね、周回合わせたりして、いやー、特に前回の復刻トイストーリーの時は、今思い出しても平和でしたね。ピンキーもね、周回合わせちゃったりなんかして、フレンドの中にはミューパレ1周年を記念してみんなで365回でストップして祝ったり、とにかくトップの人たちはすごく協力し合ってね、同じ順位の称号を取れるようにしてました。いや、こういうの見るとね、すっごいなんかミューパレいいなーって思っちゃうんだよね。ただ今のこの楽曲チャレンジというのはね、数合わせられないんですよ。よって荒れる。そしてまあ今回はね、1位のこのキラキラ称号見てください。本当にね、ピンキーも売ってたら買うんじゃないかっていうぐらい、本当この称号はすっごいいい。デザインもいいし、色付きだしね、なんて言ったって本当豪華で、そこに持ってきてね、まあ、いろいろありまして、でその火に油を注ぐように、タイトーが再度ハートと報酬アップ50を販売したという。頑張って走っているランカーさん、ピンキーは応援してますよ。メモリー付け替えの手間が面倒だからと、最終日までかなりの月のトン記号を蓄えているランカーさんもたくさんいますし、あとこのね、イマジネーションのメモリーが落ちるまでは息を潜めているランカーさんもまだいらっしゃいます。なのでランキングは、まあ大波がこれから来ると思いますけれども、皆さんに伝えたい、ミューパレ楽しむもんです。はい、ディズニーの最高の音楽と、そしてこの光の世界、こんなにねクオリティの高いディズニーの音ゲー、ほんと外国でもないですよ。日本人として誇れるアプリだとピンキー思います。いや、長くなりましたけれどもね、最後にあのプレイヤーさんの中にはフリックあるじゃない、こう右左とかね、上下とか、ああいうフリックが苦手だから、あえてイマジネーションではなくて UFO をねお気に入りに設定しているっていう方いらっしゃいますよ。そしてもう報酬も全部もらっちゃったし、特にトーン記号今興味ないんだよねっていうプレイヤーさんいらっしゃいます。で、そういうプレイヤーさんはコインや経験値狙いで、違うメモリーを設定してますから、お一人お一人に見合ったライド仕様、そしてメモリーのお気に入り設定でいいと思います。はい、自分の目標、プレイの仕方に見合ったメモリーをねつけるのが本当一番ですから、ミューパレに強制は一切ございません。安心してこれからも自分流のミューパレを楽しんでくださいね。ピンキーでした。またねー。